はい、皆さんこんにちは、アポロンです。今回もオニムシャ2プレイしていきます。さあ、前回の岐阜城に入ったところからですね、こっちかな。よし、進んでいきましょう。わっ、あれこれあれか、ほんとあいつはどこ行ったんだ。おお、なんだまあ、暗っ。あれがあるな。陶器町の日系秀吉ですね。うん、よし、なんもなし。お、これもある、美人が。まあこれはあるんですけど、他はなんもないのかな。でっか、前回手に入れたこれ使って、これに変えて、よし。まあモンスターとの、幻魔との戦いなんですよね。あ、入れる。よし、バンバン倒していくか。さあ、倒したかな。なんかアイテムを出して、よし、どんどん進んでいきましょう。さあ、かなり来てるんですけど、お、そろそろラストかな。よし、どうだ。おし、まず一体死んだ。うわ、パワーやばい。回復アイテムあんまりないんだよな、もう。うわ、こいつ、あれ、食べができない。よし、うわ、今の入らないか。うわ、やばいやばい。ちょっと使おう、あんまり使わないで使おう。これでいいか。よし、心に入りつつ、あれがある、あれ来てほしい。うわ、来ないか。よし、なんとか鬼武者モードでこれ変えて、もうこれでいくしかねえ。よし、うら強い。よし、よし、ご両親で死んだかな。劇薬、あれまだいるぞ。いい加減死ねよ。よう、1対1やったら全然楽勝。よし、あ、これでよかったのかな。これか。あ、鬼の気力かなの消費が3分の2になる。つけよう。あ、強いな。すげえいいアイテムくれた。さすが長かったもんな、ここ。よし、じゃあまた行きますか。あいつらいないの。うわ、いてて、びっくりした。何もないのかな。あ、宝がある。地図か。ん、これはあれだな、小太郎だったっけ。違うか。お札は誰だ。なんかいるっぽいな。うわ、こいつか。うわ、びっくりした。赤い。よし、お、小太郎様が手伝って。あ、死んだんじゃない。死んだんじゃない、こいつ。死んだっぽいけど、あ、まだいいのか。こっちは何。三日月もよ、なかってんの。やっといて。結構強いぞこいつは、多分。うわうわ、戦ってんの本当に。あ、戦ってたわ。ちょっと、邪魔。うわ、後ろからも来た。なんだなんだ、なんかよく分かれ。うわ、まだ一匹来たのか。いたいた、後ろ。やっつけてくれよ。よし、まだいいの。何何、最初からやっていくよ。まだこい、あ、こいつまたいんのか。うわ、あれが発動しないと、ためがないで弱いから。よし、
お、ナイス。また来てやるよ。喧嘩すんなよ、お言うと。前回喧嘩しまくってたんでね。桜の鍵じゃないな。あ、これか。この木外して。まだいるよな。あ、ここか。うわぁ。あ、ここか。またあるな、お札。ここは、お。あ、ここか、三日月の影。人間調理の書。マジで。うわぁ。人間調理してんの。で、これか。こうかな。よし。あ、これは簡単。あ、鬼石か。こっち伸ばして。美人が。これだけかな。はい、じゃあここで使って入っていこう。うわ、またいいのか。これなんだ。あ、これか。よし。あ、なんか懐かしいな。ひょうたん。なんだこれ。またなんかあんな。どうなんだろう、進んでいいのかな。ここなんもない。ここ進んでいいのかな。じゃあ穴の中に入る。あ、なんかセーブ場所があるな。強化で、これとか強化したいんだけどな。防御銃あったらいけるかな。あ、きつそう。これすごいな。15ぐらいか。これ多分進んでんな。ちょっと戻るか。多分進んでる。こっちから。うわ、あ、ここ懐かしいな。こっちに取れないんだ。またいるか。これ回収して、おお、バンバン使えばよかったな。はいはい、予定表か。人間狩りの予定表。こっちかな。あ、これ行くの。あいついるぞ。うわぁ、虫がいる。ここで虫のおばさん戦ったんだよな。うわ、よし。入んのかな。うわ、またいる。これが使えれば全然いいんだけど。うわ、狭い。おっと、やばい。これか。うわうわ、よし。うわ、こいつ全然効かねえ。ようやく。よし、なんかいろいろあるな。美人画、美人画ってどんなのだ。あんまり見てなかったけど。これか。へえ。あ、これなんだ。なるほど。まあ確かに美人かもな。よくわからないけど。当時の価値観がよくわからんけど。はいはい。黄金魔人像。なんかちょっと SF チックなんだよな。SF というか、なんだろう。信長か。はいはい。で、こっちかな。これじゃないのか。うわ、なにこれ。なにこれ。石の置物？
じゃあ帰るか。普通にあのままでよかったんだ。ここはもう用なしと。さあ、ここに戻ってきました。これで、また強化して、結構ね、やっぱダメージ食らっちゃう。よし。マックスかな。オッケーオッケー。どっちだ？あ、こいつらまたいんな。あ、なんかこいつ金山かこれ。どっち行けばいいんだろう。あ、アイテムがある。あ、これか。外薬ありがたい。こっちかな。なんか固く閉じたか。 AK かな。よし。お、なんだ、また何やってるんだ二人とも。あ、ようやく止めるな、この女の正体。協力してくれないかな。帰るんじゃなかったか、あいつも。お、どうやったんだ。何か仕掛けがあるはずだ。なんだろう。あったぞ。おお。絶対に逃がさないぞ。戻ろう。え、こっちは。進んでんのかな。これ、あれ、あっちなんだったんだ。お、なんか意味ありげな。ちょっと戻るか。こっちは何だったの。あ、ポタロウいた。あー、なんもないんだ。結構苦労してきたのに、青の首飾り。これは吸収速度か。あー、どっちかしかないんだ。じゃったらこっちかな。回復しとこう。さ、じゃあこっちにこれ上げとくのかな。それも無理か。なんもないな。よし。あ、強化。強化するもんあんまないな。これとか強化しといた方がいいか。なんか必殺打つだけ打ってパワーあるから、うん、上げとこう。でセーブもして、なんか落ちてる。トーチ、トーキチロー覚え書き2。ふんふん。幻魔道の地図か。これ無理だよな。多分 AK か孫一やと思うんだけど、あいつあんま仲良くないんだよな。なんだこれ。うわっ、ビビった。タメが発動してくれないな。弓矢でも使うか。これね、どんぐらい食らうんだろう。食らってんのかな。まあ食らってないっぽいな。こんなもんか。なんかここら辺の武器も使いつつ。うわ、でかいのいる。でかいのいるわ。ガンガン使うが。よしよしよし。おお、なんか見つかる。オッケー。なんかゴリ押ししちゃったな。本来だったらこれ使って倒すのかな。あ、そうなんだ、やっぱ爆発する。じゃあこっちで。これか。なんだこれ。あ、石化した人を戻せるんだこれ。これもあるけど、うわ、あれか、風か。
聞かした人戻して意味あるか。おっとおっと、よし、またアイテム待って薬草か。お、これ難しいやつだ。あ、こうか。思いのほか簡単だった。よし、これで、あ、これか。トカレゴになって読むのかな。なんだ、竹筒。あ、逃げる途中で撃たれたんだ。へえ、ひよくありがとう。もうお化けみたいなやつ。あ、ここに繋がってんだ。これでみんな解放していくのか。ほいほいほい。おお。はいはい。あれ、何もくれないの？あ、また帰るってことかな。こっちにも確かいたと思うんだけど。お、いいもん。よし。外国。あー、こんな感じか。他はもういないかな。で、ここですね。ここでまた竹筒使って。よし。どうだ。んー、ここら辺、あー、岐阜城に潜り込んだんだ。それでこんなことになったの。よく大丈夫だったな、ここまで。なんだ。あ、またこれか。これよくわかんないんだよね。こんな感じで。あー。よし。あ、また光。ほいと。ん、また鬼ヶ島。なんだ、血の池。あいつが出てきそう。あ、違うか。おー。ボスかな、ついに。セーブして。さあ、これボスかな。さあ、ザコも片付けて。まだいるか。無視やな。分かれ道。うわ、こっちやだ。こっちやだ。うわ、めっちゃあるぞ。なんだこれ、迷路か。うわ、来た来た来た。あ、これあった。おお、こいつも。ついに倒しとくか。よし。うわ、すげえタフだな。また来た、また来た。回収してもう帰ろう。お、光が漏れている。あ、アイテムだよな。ここで、あ、ここだ。さあ、たどり着きました。めちゃめちゃなんか苦戦したんですけど、これか。よし。あ、いいから、拙者と。お湯が。お湯ですから。相変わらず。また貴様が。いつまでも殿の邪魔をしていると命がいくつあっても足りないことになりますよ。様之助どうしたんだろうな。うわ、あれ、お湯まで。
落ちたけど。はいはい。大丈夫か、お湯。なんだ。お湯も一緒に戦ってくれんのかな。閉じられて、なんだ。どうしたんだ。小太郎にいじめられてんもんな。私、いつ戻んの。戻らないと。なんか怖いな。十兵衛。うん。私帰れよ早く。怖い。娘は本当の名前はおゆうじゃない。あ、やっぱりおいちという。なんで戦ってたの。まさかお誕生の上司長政待ってんじゃないの。信長の妹。相当家開けてるよなこれ。おいちだと。2年前私が結婚した時、うん、夫には亡くなった奥さんとの間に3人も女の子がいて。そしたら私なんだか騙された気分になってしまった。そうだったっけ。違うよな。夫のことがいっぺんに嫌いになってしまったの。でも兄信長が浅井を滅ぼそうとしているのを知り、私も浅井の人間になった以上兄を止めなくてはならない。はいはい。そう思って岐阜城へ戻り兄の命を狙ったの。岐阜城こんなのになってるけど、魔境みたいになってるけど。あ、そうなんだ。そしたらもう何もかもどうでもよくなってしまって。まあ、助けてもらったかな。十兵衛と一緒にいられるなら。私そんな惚れ込んでたんだ。でも、もうそれは間違いない。帰れよ。十兵衛言ったもの。鬼でも母は母だって。固まってんな十兵衛も。血は繋がっていなくても、あの三人の子たちは、そうだよな。私が帰ってくるのを待っている。もう新しいお母さんがいいんじゃないの。だからどうしても戻らないと。もう帰れよだから。ずっといるからな、そんなこと言って。何もできねえって。お疲れってことだな。早く帰りなさいってことかな。まあギリでギリで早く帰りなさい。お、お、十兵衛、お前らはもうおしまいだ。おしまいだな。どうした、腰に来たか。誰か来るんじゃないの。なんだ、逆に。なんだ、こっちもなんかありそうだけど。あ、ないか。シューシュー言ってるよ。あ、なんだ、こっち行くのか。とりあえず、なんかからくりか。ボス戦かな。秀吉。こっち行って、あ、なんかある。飛躍と海岸の巻物。あ、浜の笛あるよ。豪岩団です。来る。ついに決着。わ、お湯も戦ってくれるのかな。あ、やばい。やばいやばい。
あ、マジで乳首きた。いい人だった。あなたはダンテス呼び方ダンテスなんだ。おー、紳士だの。お怪我はありませんか。あー、礼儀は及びませんよ。か弱い女性を救う。セクハラだからな、お前それ。その服装。警察に突き出すか。いや、助けてもらっておいて。あれ、浜の笛は。さて、さて、さて、さて。おい、笛吹かないと。いよいよ決着をつける時が来ましたね。ジュウベ、拙者の名前は双眼鏡です。幻魔界最高の剣士。やっぱ幻魔は幻魔なんだ。言いたいだけ何度でも言え。じゃあ、お言葉に甘えてもう一度。拙者の名前は双眼鏡。ここで攻撃してほしいな。攻撃しろ。殴れ。刺せ。おお。行くぞ。ジュウベ。よし。あれ、浜の笛は。ちょっと待てよ。吹かないといけないんじゃない。ごめんな。ちょっと今吹くわ。これで。これでこいつの防御なくなるの。うわー、食らってる。勝ったんじゃない。これがこいつのあれか、鉄壁の元だったのか。よし。大きいと受けてる。うわ、ちょっとライフがヒットポイントがやばい。外役。よし、バンバン打っていけ。うわ、やるな。うわ、こっちもやるぞ。うわ、これか。タイミング難しいな。うわ、やっぱカウンターか。うわ、これ強い。よし。うわ、あれ、2発入るはずなんだけど。うわ、入るようになったけど強いな。言って強い。薬草使いつつ、いや、全部使っていくぞ。全部使ってけ。よし、よしよし。うわ、どこ行った。うわ、おい、うわ、走ってきた。うわ、決まらない。よし、最後は決まらないな。よし、おー、危ね。これ結構戦いやすい。あー、よし、最後は入らないんだよな。おお、お、よし、よし、最後入った。まだあるか。ごめんね、こんな必殺技ばっか使って勝てないから、それじゃないと。やばい、耐えてる。いけるかな。いけたか。よし。あー、これあんまりだな。風あんまりだ。あれだな、これかな。銃もあるけど。よし、こうやってんのか。あ、こうやってんな。あれ、死んだんじゃん。マジで必殺連発で。ごめんね、ごめんね、ゴリ押しで。全く剣士同士の対決にならないっていう。最後ハンマーだからな。見事だ、ジュウベ。ハマの笛のおかげだと思うけど。強くなってたんだな。納得なの、これで。彼女によろしくな。人妻だからな。そうだ、最後の頼みだ、ジュウベ。うん。俺の名前を。こんな卑怯者に言ってほしい。間違えて、間違えろ。合ってるか。最高の剣士だ。ありがとう、ジュウベ。あ、持ってたんだ。どこに持ってたの。自分のやつかな。片方を出してくれたのかな、自分の。汚ねえ勝ち方。
よし、あれお湯どこ行ってんだ、こっちかな。こっちか、登っていって、なんだこれ、あ、これか、壊して、うわうわ、逃げられねえ、あ、いけたわ弾薬、これはこっち行けんのか、あ、行けんだ、うわ宝箱のために薬草か。じゃあここで、うわめんどくさそう。こうかな、よし、あ、これか、でこっちかな。お、なんだ、どこだ、ん、ここ、あ、お湯がいる、あー、あれ使うんだ、あ、これか、違うな、普通に使え、よし、またムービー、またなんか来るんじゃないの、あ、え、うわ、あれ今までと違うな、これはなんだ、カメか、うわ、ダコが、おー、どうすんの、うわ、怖いな、ゲームあって、あ、あ、よかったんだ、我が織田勢も織田二条に向かってやる、これで落城させてやる起動装置やったんだ、待てこら、それをあいつは何で持ってたんだ、あいつが渡さなかったのかな、ダンテス、うわ、うわ、すげえ、 FF っぽいな、ファイナルファンタジーっぽい、ん、あ、逃げてきた、こっちだ、おい、はいはい、あ、ちょっとセーブポイントが、これはなんだ、船がもう一個あんの、はい、ということでね、今回ついにあの最強剣士とも決着ついて、もう結構物語もラストの方に向かってきてるかなって感じでね、はい、ということでそれはまた次回やっていきたいなと思いますので、お楽しみにしてください。それでは今回の動画はこれで終了にします。ご視聴ありがとうございました。今回の動画面白いと思った方は高評価とチャンネル登録、あと動画説明欄にある Twitter のフォローなど全て役に繋がっておりますのでよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。アポロンでした。